僕は免れられないから。あら、いや、これはスキップしちゃった。ちょっとそれ怖い。やった3秒前だったら資料そうで怖い。助かっちゃうの。クルメイト、ナイス、はい、ナイス、ナイボディトン、ナイボタン、エロちゃんのボタンでした。エロちゃんじゃあ止めもんないと、なんで毎回負けんだろうな。連打力ですかね。腕が長いですよ。枠速度かな。若さん、ね、いや若さん、ね、間違いなく8号は私が先行して登ってるんですよ。そう、連打力やっぱり。連打力と若さ。いや、もうやっぱダメだね。分かった。ボタンがピカさんのこと嫌いだからずっとこもってるんだ、ボタンが。あ、なるほど。教えてもらえないの、白いやつの透明なやつ。もうあのちゃんとあのあれだろ、プラスチック磨く用の洗剤持っていくわ。実際にやって、まずね、ダウンロードがどこなのかっていうのを見ましょうね。コミュニケーションだ。よし、時でいいや。急いでやるタスクをやる必要はね、ないのでね。で死んだら元も子もない。し、それで容疑者一に入ったら元も子もないので、必ずね、向かいますね。リアクターとコミュニケーションは必ず向かいます。おー、ナイス。おー、ナイスです。ナイスボタン。とりあえず今回湧いたら、とりあえずその服用の洗剤と布巾持って上がってボタン拭きまくってたらサボタージュ入ったんで、終わったタイミングでなら押そうと思ってました。好感度上げるためのあれが拭いてあげるっていうのがまたいいですね。ちなみにいいです。2ボタン目がインポスター率って80%ぐらいらしいですよ。あ、いや、あの、メシあのなんか黄緑色のなんかお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。諸説あるね。諸説ね。うん、2手目、いや、もう2手目のキルって結構厳しいから、リアクター鳴らしちゃってもいいかもな。2手目で迫りだな、戦略として。人参1手目サボなし、2手目うん、ありだな。人参黒茶、すごい今アクロバティックだったね。人参残ってる、クロちゃん。何して怒ってても仕方ないな。あ、バイタル情報あります。28秒前時点ではすでに死んでます。はい、ただ結構な時間、停電の後ってことですよね。じゃあ期待値がや、期待値が厄介なんですよ、うん、エレクトリカルの奥なんですよ、宮殿のタスク、うん、エレクトリカル奥、うん、一応だから私目線サントスさんも一応容疑者にはなっちゃうんだけど、 あれ、そうそうそう、私エレクトリカルからそうバイタル行ったけど誰かすれ違わなかったかな。一番なんかあの左上の部屋にいた人いない、なんかギリギリ左上にいた人を見た気がするけど、それが藤宮さんかな。まあいいか、うん、え、生きてる、生きてる藤宮さん。いや、わかんない、藤宮名乗りにないってことは藤宮さんかインポスターと思うけど、私、ああ、なるほどね、思ったけど、
あ、すみません、僕ちょっと近い位置にいるので話いいですか。カメラをしばらく見ていて、コミサボがなってから左抜けたんですけど、寺蔵さんとかは見てるのと、あと夏目先生がエンジンを右に抜けてるのと、あとプテハシさんとセンタンさんが、階段登ってるのを見てます。うん。で、まあ近くに一応容疑者位置かなと思います。28秒前ですよね。28秒前が死んでた。で、以上前なんで死んだ。もっと前だね。もっと前かもしれないけど、そこで死んでる。それだと難しいな。寺蔵さんはどこにいたんですか。だいぶ最初の方に。寺蔵は武器庫から展望デッキのに行って、その時にエロちゃんがコミュニケーションに向かうのを見て、セキュリティに行った時にエレジーさんがいて、エレクトリカルメインホールって言ってメインホールから戻って、あのエロちゃんが一周してきてメインホールからエレクトリカルに向かうのまたすれ違ったんで、セキュリティでエレジーさんが死んでるかもしれないと思って、エレジーさんの元に行って終了です。じゃあサントスさんと会ってますか。会ってない。会ってない。うん、ない。エロちゃんめっちゃエゴっていう印象。そうっすね。エロちゃんは絶対エレクトリカルではやれないと思う。30何秒前には。28秒。寺戸さんもやと、あの本当に報告になる直近で寺戸さんとそこまたすれ違ったって感じなんで。うん、あと私自身でピカさんはほぼできないと思ってもらっていいか。ほぼ、ほぼとは。あ、ごめんなさい。貨物室から入ってくるのを見てるんで、ピカさんだった場合はエレクトリカの奥で切ってシャワー室のベントで一周してセリフリポートしてるから。相当意味わかんないことをしてるんで、うん、なんでもうピカさんはほぼ弾いていいかなと思ってます。確実にできない人もいないんですよね、足してんでも。ちょっと時間が前すぎてわかんねえわ。先端プテハシ、先端プテじゃない。こう長かったからね。これじゃない、ここやせ。あ、間に合うか。いた。です。あ、お疲れ様です。先端さんとプテアシさん、僕目線でも白と言えて、コミサボが鳴る直前にもう階段登ってるので、絶対追いつけないと思います。うん。で、メインから行くときにすれ違ってるから、もう無理かな。だから、この距離には関与できない。うん、ちょっと、まあ、これ、あんまり情報にならないかもしれないけど、ちょっと言っていいですか。はい、もしかしたら、藤宮さんの生存時の最終目撃は僕かもしれなくて、はい、停電になったじゃないですか。はい。まあ、ぼちぼち長かったかな、はい、あの停電は。その停電になったタイミングで、アーカイブ、シャワー室の方に行く藤宮さんを見てます。だからそこから、うんうんうん、あの、僕も。うん、あ、見た、うん、あ、じゃあそれが、それです。それを、近くに、サントスもう近くにいた。じゃあサントスさんの方が合ってる場合は、そのまま、まっすぐメインエレクトリカルと向かって奥で死んだみたいな感じなのかな。うん、それだったらでもね、28秒より前って言ったけど、もっともっと40秒ぐらい前かもしれないね。結構前かも。あ、まあ28秒前で死んでるだからね。うんうん、そうだね。だから、サワーメインで電気室行って到達した時にやられてるぐらいが多分一番、一番合いそう。だからバイタルの方、ほぼほぼキルクラ系ってことだよね。結構早いと思うな。俺っすはエロちゃんは絶対無理だと思ってて、停電になるちょっと前だったかな、コクピット見た時にキッチン1とそれ以外全員右にいたのね。でキッチン側に向かったらエロちゃんとすれ違って、うん、キルクール開けた頃武器庫に2人いたと思うから、多分エレクトリカルオフでエロちゃんがやることは絶対無理だと思う。大家さん、はい、アーカイブ空きの貨物室行き、そこで先端さんとプテさんと会ってます。で貨物室でタスクやって、引き返す時にラウンジで、ピカクロスさんにか右に行くのとすれ違ってます。でシャワー室でタスクやって、その時に先端さんがシャワー室いて、でそこで僕がタスクしてる最中に最後の方サントスさんが来て一緒に、メインホール入るとこでレポート。サントスさんは、そのバイタル見た後どういうルートをされたんですか。診察貨物ラウンジアーカイブと死体をグルーとレポート連打しながら走っていって、東野さんと最後会ってるみたいな感じです。うん、でピカクロスがその時に会ってるから、東野さんとサントスさんがその行動を取ってるのは私が証明で取れるね。あ、直近キルは絶対無理ってことですね、サントスさんはその時間から。あとかに、まあ、あのサントスさんが嘘ついてるパターンだね、その28秒が嘘だから。うん、東野さんは弾けるでいいのか、ピカさん視点で。まあ、出てきないですよね。まあ、なんか3人を組み合わせればみたいな感じですね。目撃証言。はい、それ先生、あとで聞いて。タスクコンプリティッド。インクアウト。久々に入ったらこの部屋入る必要ないか。ピンク青、青だっけ。
っぽいな。これね、向かいますね、確実に。ナイスボタンです。ナイスボタン、うん、ナイス。いや、いいボタン。ナイスボタン頑張らなきゃ。今の話をもう一回ちょっと整理したいんだけど、できないだろうって言われてるのが、うん、センタンさんとトウヤさんと、プテさん、エロちゃんさん、プタさん、エロちゃんさん、あとテラゾウさん、テラゾウさん、テラ、夏目さんってどっちにしても話が出てなかった気がしたけど、なんか、うん、そうだね、うん、夏目さんは、私がメインホールで、除染のタスクをやってる時に確かいて、そのまま私、あの上回りであのシャワー室アーカイブって抜けてみんなの証言してるルートになるんだけど、あのあと夏目先生でどういうルートを通ったか教えてほしいのね。メインエンジン、金庫室宿舎前で終わったと思います、うん、その時にプテラさんとセンタンさんと、リフトのとこですれ違ってます。昇降機、あ、そうだっけ、見た、だっけ、あ、じゃあ大丈夫です。じゃあ、はい、特になしで、浮き1でいいです。浮き1って、なんか、今のその無理そうな人の話だったけど、結構前だと思うから、正直、そんなに分かんなくないって、僕、先端の 100% 無理って言えないよ。ね、いや、言えない。そうですか。いやなんかみんながさ、そのカメラ情報で。いや、いいよ、僕、プテラさんが無理って、一方通行で大丈夫です。了解です。あ、センターは、センターさん中盤ぐらいまで僕が視認してるので、その後、プテラさんが合ってるなら割と白いですね。まず、東屋さんが貨物室目撃後に、アーカイブでピカクロスがセンターさん目撃してるはずだから、ルート的にほぼね、電気室の奥で行けるルートはセンターさん存在しなかったと思うので、多分大丈夫。てか、僕の方が先に行ってるのか、左の、メインの左のドアを開けたの僕だ。で、プテラさん後ろから来たんだ。うん、そう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 。ごめん、じゃ無理だから、というのもちょっとやめておきます。うんうん、なんか分かんないから、うん、まあしょうがないんじゃないですか、今回これはもういいキルで進めて、うん、ごめんね藤宮さん。あ、でも私グリーチやけど、ピカさんはやっぱないと思う。28秒で死んでるから、最悪もう一回自分の死体の門番キルさえできるのをレポートする意味がないから、うん、私自身はピカさんがほぼやる意味がないかなっていう主張だけど、相方のを見つけてしまった場合はそれは、まあ、それはまあ無実でいいんじゃない、それも言った。いやー、爪先生見てないと思うけどな。これコメント機やればいいか。まあまあいいか。いや、見てない気すけどな。でも見てなかったとしても、誰の目にも触れずに、やったってことやね。今回ショットボタン押してないっけ。違うわ。白。リアクターなんでちょっと余裕があるはず。みんなが向かっていれば。死んじゃってるか。はい。アーカイブ右行ってピカさん死んでます。バイタル見てます。これコミソプじゃねえ。このサボタージュが治る3秒前ですね。治る3秒前です。だから、サボタージュ中に死んでます。アドミンね、最後ギリギリ見てミーティングが2以外はね、全部1が点在だったと思う。貨物、診察、シャワーとかが1ずつ点在。1自分です。治る3秒前であれば遠山線で結構白出せて、寺蔵さん右直してて白、夏目先生左直してて白、エレジさんが直した後に宿舎前から右に来てるので白です。そうですね、僕はそう、その辺でフレージがあったかな、エンジンの上あたりですよね、トウヤさん。ごめんなさい、直す3秒前って、はい、この死体発見の何秒前ぐらいなんですか？10秒以内じゃないですか、大体。いや、10秒も経ってないと思う。多分5、6秒じゃない？ああ、じゃあ結構早かったですよね。うん、なるほど。で、セルフはないって話ですよね、今。誰だっけ、トウヤさん視点で、寺蔵さんのセルフがない。そうですね、右直してたので、無理だと思います。3秒前なら無理だね。逆に寺蔵さん的には、トウヤさんどうですか？自分、若干トウヤさんを疑ってる。東屋さんはリフトから来たんで、はい、左から来たんで無理です。あ、リアクター中での殺害でしょ、だからすぐ抜けてアーカイブでって。いや、僕がリフトで行った後にもうすぐテロザオさんと会ってるので。あ、オッケーです。リアクターのサボタージュ中にお互い見合ってる人がいればそれは白ですね。あ、
あとサントスさんとセンターはどこ行った？私コックピットで、誰かが武器庫で武器庫とコミュニケーションの扉を開けるプシューって音だけ聞いて、私はコックピットの方を走りました。それが誰かは視認できてないけど、誰かが開けてる。僕かな。あ、じゃあセンターさんか。え、センターどこ？ミーティング、はい、ミーティングまで走ったってことか。ミーティングで、アーカイブからラウンジ側に抜けるセンターを見てるので先端だと思います。うん、あ、てか最後、あの夏目先生から白出せると思うんで大丈夫です、うん、てかいやいや最後ミーティング2だから合ってるんじゃない？寺蔵さんとセンター。あ、そうなの？ミーティング2だよ。夏目先生から白出せるわー、先端できないよね。左のリアクターのとこにいたんで、うん、てか扉を開けた人がセンターさんしか名乗り出てないから、扉てか左から来てて左側にいるので、うん、昇降機の、うん、だから、うん、サントさんと自分の情報組み合わせて無理です。うんうんうん、ありがとうございます。すり合わせというか俺の確認をしたくて、俺がラウンジでタスクしているときに、画面端に赤っぽい人がラウンジの右側に抜けるのを見たんだけど、それエロちゃんも絶対ないです。エロちゃんがそのまま診察室に行ったんだったら納得できる。ん、もう一回言ってください。ごめんなさい。診察室に行ったんだよね最後。そう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 、アーカイブで湧いてそのまま診察室の方に行って、あのゴミ箱のタスクやってから、うん、アーカイブは消すよ俺今回。昇降機さ結構早くな見えてない。まあでもそこ通った。はい、通りました。右にも行ってます、アーカイブから。センターカッティアだった俺。シャワーと貨物が1ずつあったから名乗り出ないならしたいかなと思うけど、確か。あれ、いや今、今ボタンでしたっけ？アーカイブと話せなかったっけ？死体発見したんだっけ？死体発見ってレポートですよ。死体発見って話したの？レポートじゃない。死体発見してるか。ごめん、失礼しました。アーカイブって言ってました。シャワーなんだっけ？あ、失礼しました。アーカイブのか。アーカイブのシャワー側ってことですか？アーカイブの、ベントのすぐ近く。なんかアーカイブの中で死んでて、シャワー室が出てこないから、サンドさん視点でインポスターじゃないかって読みをしてるんじゃないの、今の推理は。テラゾン視点どこ脇だかちょっと忘れちゃったけど、アーカイブからラウンジのタスクして、ブーブーなり始めたので、リフトの右側直してアーカイブに戻ったら死んでましたって感じです。最初は死体なかったけど。エロちゃんの死亡時刻を正とするなら消去法でプテハシさんがヒットで、僕は電気室にいたんだけど、はい、サントスさん電気室一は見てない？なんか右点在してるって話してる。1の点在だからね、セキュリティとエレクトリックの位置まで終えてないんでね、申し訳ない。あ、覚えてないか、うん、僕は浮いちゃってる、僕は浮いちゃってる。どこがついてたんですか？ついてないとこ聞いた。覚えてないでしょ。いや、で、ミーティング2でシャワーと貨物と診察位置は確実にあった。そこの3箇所の位置はあった。で、もう少し1の点在があったけど、全部は記憶できてない。ミーティングが2。センターさんとあと誰だ？じゃあ、寺澤さんじゃないな。これどうしますか？ローラする？ローラしてもいいかだと思います。誰と誰のローラなの、それは。僕はやるならプテさん、エロさん。うん。です。うん、ああ、つらないのか。なるほど。ボタンもちょっと数があるから。まあリアクター、うん、向かってなかったら気になるね。俺入るかな。他にも容疑者出る。エロ夏目ラインをなんかすごく感じるんだよな。でも初手切れ無理なのかな。夏目先生がやってたら一応あるか。ありさケースかな。ナイスです。ナイス。いいボタン。考えたらこれロラでいいね。あ、すいません。はい、ただ一個確認しておきたいのが、俺ロレッチなんで聞くんですけど、なんだっけ、リアクターが鳴ってる時の情報っすよね、サントスさんの話してるのって。え、最後アドミン、最後の最後よ。
一番最後の話です、ね、一番最後で、うん、でミーティング2が選挙さんと、まあいいや、はい、どうぞ。まあそもそもサントさんって絶対コックピットにいるっていうのはアドミン情報合ってるので、うん、いやそうだと思いますよ、はい、うん、うん、を前提として合ってたんでしたっけ。俺はあ、いやでもごめんなさい、ミーティングにも出てこないで、まあいいや。じゃちょっとミーティングに夏目東也だったと思う、その時は見てた。いや一番最後が違いますよ、うん、あ、まあ一番最後いいですか、いいですか。今日は僕は命日だと思って話すんですけど、うん、自分釣りは全然いいんだが、多視点でエロちゃんが黒いわけじゃないけど、とりあえずプテさんとロラスするんだったらエロちゃんぐらいの感じだったら、僕単釣りでもいいかなって思うかな。下発見を頑張ってくれた方が、僕正直エロちゃん全然わかんないし、下橋さん前提に色残ってるってことですよね、それ。え、僕は確実に残ってるよ、もちろん、ね、そりゃそうでしょ。だったら、うん、いやだったら我慢でいいんじゃない、半端だから。いや違う、いやそもそもプテ目線だったら誰になるの、エロちゃんじゃない場合。いやわからん、それを提出できないのね、僕浮いちゃってるし、はい、今の議論でなんかお互いに二郎構成で無理無理って言い合ってるだけだったらわかんないでしょ。3人無理っていう人っていなかったでしょ。うん、確かにそりゃそう。いる、2枚ずつ。センターはお互いに白できるんだよね。あ、絶対白。だから夏目センターの2枚でしょ、まず。で、プラスそれはサントスさんも証明してるから3人でしょ。で、東野は夏目先生の白を証明してます。証明してるでしょ。東野さんは右直してるから無理。じゃあ夏目は絶対無理で。まあ、2郎あるとしたら東野寺蔵だと思いますよ。あ、そう、あと寺蔵さんの時間差もあるから。うん、あ、時間差法。時間3秒前なら絶対無理です。それ東野が保証できます。あ、そうか、そうか。東野さんが指してるのか。ね、結構すぐ直ったから。見つつ、僕単釣りで止めてほしいわ。僕は免れられないから。あら、いや、これはスキップしちゃった。ちょっとそれ怖い。やった3秒前だったら、うん、そうで怖い。助かっちゃうの？もう釣ってロラしたいっていうつもり。1個前かな、やるなら。このキルありるからね。黄色、黄色ピンク、黄色ピンクオレンジ。さんかなり心象いいね。いいボタン。良 す,、ね、すぎる正直。私タスク終わったけど終わって。僕もタスクが終わったんで。あと一つ。これ結構今ので終わりましたよ。あと一つ。多分三四個残ってる、申し訳ないです。エリーさんだけですかね。持ってるの。あと夏目さんが一個。じゃあ、はい、エリーさんもう死んでもいいからタスクやってもらえれば勝てるんじゃないですかね。はい、了解です。敵いきます僕。な、何ですか？おでき。この後、タスクで。おでき。オッケーです、オッケー。なるほど。じゃあ僕は、上下運動で筋トレしてます。あんまり、なんか、意味ない気がする。なんか、死体発見とかしてもらった方がいい気がする。あ、本当に？うん。この間にキル起こったら、なんか、あんまり意味ない。そっか。プテは動いていいと思う。疑い位置だから、インポスターに位置をバラさせたくない。だって、プテと、もしプテがクルメイトだった時に、一緒に行動して、インポスターと一緒に行動しちゃったら、目の前でキルされ、対立ですって言われたら、きついくない。だから、そう、同じ位置にずっといてほしくない。
なるほどね。そう、一人目の前でキルされたら、あの、手足さん釣られたらもうダブキルされた。いやー、近づかない。じゃあいろんなとこ行くか。僕にはじゃあ、近寄らないでね、みんな。二人さん、うん、俺が来たらちょっと、俺がいたらちょっと離れてもらっていいですか。ちょっと俺、タスクの場所にどうしても行きたくなってしまうので。できるだけ俺から離れるようにお願いします。いや、もういいですよ。エリさん、殺されれば殺されたので、もう幽霊でやればいいんで。うんうん、あ、じゃなくて、あの、うん、あ、まあ、いいや、了解です。うん。うん、もうだって、クルメと視点から言う必要はない。そう、LG さんは何も一つ気にせず、殺しがいる、怖くもなく、とにかく、こそう、タスクを回避することだけを考えれば。確かに、俺が死ねば早くむしろタスク終わるから。そうそうそう。だから、どっちにしろタスク最優先で。何も考えなくていいです。そう、わかりです。タスクをやれば、機会になってください。はい。大報告はした方がいいんでしょうか。した方がいい。した方がいい。ボタンがある人がいるなら28秒とかで押してくれるのが一番強いけど、私使っちゃったからあれだけど、うん。残ってるクルーがいればですけど。覚えてるかな、エリさん。あ、マジか。いやー、ごめん、エロちゃん。あ、そう、早い。ナイスファイト。ナイスファイト。エロちゃんなんだ。僕とエロちゃんで、エレジさんとエロちゃんさんですね。申し訳ない、キロ遅すぎた。夏目先生とエロちゃんラインだと思ってたな。めっちゃかばうやんって思ってた。夏目先生がエロちゃんのこと。え、いつ変わったっけ。なんだっけ、なんかめちゃくちゃ変わってるように聞こえた。アーカイブのあれは、誰、エロちゃんが弁当で貨物から飛んでます、ね。あと人気そう。あーあー、そうか、弁当キルしてバイタルでましたっていう。そう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 。一発目は LG さん殺してずっとカメラ見てたってこと。あ、そうですそうです。殺したタイミング正確に分かっちゃったからなんか増えちゃった。すごい。さんが目撃した後に僕がキルされたっていうのはドンピシャの推理でした、ね。そうですね、うん。その後普通に来たところを殺して僕はもうずっとそこにいました。なるほど。じゃあ容疑者じゃないから。あ、ごめんなさい、エロちゃん。ちょっと。ボタンがうまかった。そう。ナイスなんか俺とエロちゃんが近くに行きすぎてて、なんか容疑者に入っちゃうからここできないなみたいなのが結構。そうだよね。うん。そう、多かった。だよね。トウヤさんがバーって情報出せたの、うまかった。トウヤさん、めっちゃ白かったですね。いや、トウヤさん、タンズリで行くべきだったから、なんかあの、ロラにな、なんかタンズリで終わんなそうだったんで、スキップ押しちゃったんですけど、結局、タスクどんどん進んじゃったから。タンズリは絶対ないかなっていう、ロラか。ね、ロラは違うじゃねえよ。いや、僕、ロラかしないかだ、うん、うん。なるほどね。このマップだと動画がうまく整理できてなかったわ。8人でタンズリがちょっと怖いね。3キル普通に起きるから。本当やね。なんかよっぽどクロノード高かったですけど、そんなクロノードじゃなかったから、プテハスさんが。うん。